こんにちは。今日の講義は書籍静かな人の戦略書、騒がしすぎるこの世界で内向型が静かな力を発揮する方です。この本は内向的な性格の人々が持つ潜在能力を最大限に引き出し生かすための戦略を提示しています。著者自身が超内向型でありながら外向的な社会であるアメリカで成功を収めた経験から静かな人々の長所を見出しそれらを生かす方法を説いています。ビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、イーロン・マスク、ウォーレン・バフェットなどビジネスの世界で飛躍的な成功を収めた人々の多くが内向的な性格を持っていたことからもわかるように静かな人には底知れぬポテンシャルが秘められています。静かな人は表面より本質を重視する傾向がありじっくり聞くという特殊な能力を持っています。冷静さから小さなミスを見つけ出せ大人数よりも1対1の深い関係を築くことができます。また観察力に長けリーダーシップと集中力を発揮できる一方で最も周到な準備をし質の高い仕事をこなすことができます。さらに静かな人のバックハンドの威力は過小評価されがちですが実は強力な武器となり得ます。そして何より謙虚さこそが静かな人の最大の強みであり成功をもたらす源泉なのです。騒がしい言葉であふれかえるこの世界で静かな人がその能力を開花させるにはまず自分の長所を自覚し受け入れることが重要です。本書はその第一歩を踏み出すための指南書となるでしょう。静かな人の仕事における戦略としては冷静沈着さを生かした戦略的思考が挙げられます。ハッタリは必要ありません。むしろ自分の得意分野で勝負をかけるべきです。仕事の場で味方を増やすには相手の話に深く耳を傾ける聞く力が役立ちます。揉め事が起きた際も落ち着いて対処できるでしょう。静かな人が職場で発揮できる力は計り知れません。冷静さと戦略的思考力を生かせば的確な判断と意思決定ができるでしょう。慌ただしい環境下でも落ち着いて状況を把握し最善の行動を選択することができます。また静かな人の聞く力は人間関係を深める上で大きな役割を果たします。相手の話に集中して耳を傾け本当の意図を汲み取ることでより良い理解と信頼関係が築けるのです。対立があっても冷静に相手の立場に立って考えることで建設的な解決策が見出せるかもしれません。さらに静かな人は人前で発揮する力も大きいと言えます。完璧を期す準備と質の高い仕事を提供する姿勢はプレゼンテーションやイベントなどで高く評価されることでしょう。事前に細部まで行き届いた準備をすれば堂々とした態度で臨機応変に対応できます。時には本当に出席する必要があるかどうかを冷静に判断することも重要です。リーダーシップに関しても静かな人には独自の強みがあります。謙虚さからチームメンバーの意見を丁寧に聞き入れ多様性を尊重できます。異なる性格のメンバーをうまく組み合わせれば最強のチームが生まれるかもしれません。またしなやかさと冷静さを兼ね備えているため困難な状況下でも落ち着いて的確な指示を出せるでしょう。このように静かな人が持つ潜在能力は多岐にわたります。騒がしい世の中で目立たない存在かもしれませんが内に秘めた力は計り知れません。自分の長所を自覚しうまく活用することで静かな人でも大きな存在感を放つことができるのです。静かな人は表面よりも本質を重視する傾向があり細部に目を配ることができます。つまり他人が見落としがちな小さな事柄にも気づきそれを生かすことで新たな価値を生み出せるポテンシャルを秘めているのです。例えば製品開発の現場では静かな人の観察眼と注意深さからユーザーの小さなニーズや不便さを見つけ出すことができます。そうした気づきを製品に反映させればより使いやすく満足度の高い製品を生み出せるでしょう。またマーケティングの分野でも静かな人の力は大いに役立ちます。じっくりと消費者の声に耳を傾け潜在的なニーズを掘り起こすことで新しい需要を掘り起こすきっかけとなり得ます。さらに冷静な分析力を活かせば市場動向を的確に読み取り戦略的な施策を立案できるはずです。静かな人は外向的な人々とは異なる視点と強みを持っています。例えば集中力に優れ
一つのことに長く熱中できる能力があります。つまり細かな作業や地道な努力を要するタスクに対して他者よりも高い生産性を発揮できるのです。また静かな人は内省的で自分自身や周りの状況を冷静に観察する力に長けています。自分の長所や短所を正しく認識しているため過度な自信過剰に陥ることなく現実的な目標設定と計画立案ができます。さらに他者の気持ちや立場に共感する力も備えているので円滑なコミュニケーションと信頼関係の構築に役立ちます。一方で静かな人は新しい環境や人間関係に適応するのに時間がかかる傾向があります。しかし一度馴染めば着実に自分の力を発揮できるようになります。また自分の意見を積極的に主張しにくいこともあり場合によっては思ったことをうまく伝えられずにいることがあります。そういった短所を補うためには自分自身を理解し受け入れることが大切です。静かな人は自分らしさを大切にしながらコミュニケーション能力の向上に努めることでより力を発揮できるようになるでしょう。静かな人の強みは落ち着いた雰囲気作りにも現れます。騒がしい環境の中で静かな人は冷静さを保ち周りに落ち着きをもたらすことができます。緊張状態が続く職場などではこのような存在が非常に貴重です。さらに静かな人は傾聴力に優れているため相手の本音を汲み取ることができます。表面上の言葉だけでなく相手の態度や表情、仕草から本当の気持ちを読み取る力を持っているのです。このスキルは対人関係の構築や課題解決に大いに役立ちます。一方で静かな人は自分の意見を言い表すのが苦手な場合があります。しかしそれは決して欠点ではありません。むしろ言葉を選びながら慎重に発言するので的確で建設的な意見を述べることができるのです。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら外見や体調が良好であることは人生の質を高め活動的で充実した生活を送る上で欠かせない要素だからです。美しく健康的な体は自信につながり対人関係やキャリアにおいても大きな影響を与えます。また運動や適切な食生活は体力や集中力の向上にもつながり仕事やプライベートの両面で生産性を高めることができます。そこでダイエットや健康管理に特化した優れたサービスをご紹介します。それがライザップの結果にコミットプライベートジムです。このプログラムはマンツーマントレーニングを中心に食生活やメンタルのマネジメントまでトータルでサポートしてくれます。まず専属のトレーナーがあなた専用のプログラムを作成し1対1で指導を行います。トレーニングは1日50分週2回と無理のないペースで行われます。完全個室のプライベート空間なので人目を気にせずに集中できます。食事面でも無理な制限はありません。トレーナーが管理栄養士とともにあなたに合った食事プランを立ててくれるので健康的に痩せられます。メンタル面でのサポートも手厚く無料カウンセリングを受けられます。さらにこのプログラムには30日間の無条件全額返金保証がついています。結果が出なければ費用は全額返金されるので安心して挑戦できます。リバウンドしにくい体づくりを目指すならこのプログラムは最適の選択肢です。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人もマンツーマントレーニングならきっと続けられるはずです。健康で理想の体を手に入れたい人はぜひこの機会をお見逃しなく。テレビ CM でも話題の結果にコミットなプログラムで自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。